でけえ顔すんなよとか、よくそんなこと言うじゃない。なんか、出しゃばるなとか言うね。まあ、東京都内から、まあ、ちょっと離れた地方都市なんだけどね。そこに、あるトラックディーラーがあるのさ。はい。まあ、今はね、そこ、その場所にないんだけども、昔そこにあってね、前に話したことあると思うんだけど、俺たまたまそこに、新車の三角点検に自分のところのトラックを持ってってる最中に、東日本の震災が来たんだよね。はい。ものすごい、こう、ガーッと揺れちゃって、俺の今こうやってた車はもう手がつけられない、はい、もう停電しちゃってるし、っていうことで、どうしたらいいですかねみたいな、まあそんなような話だったのさ。で、まあそのビルの上行って、とにかくそのディーラーが持ってる車を貸してもらって、とりあえずはその日が帰ることになったんだけど、はい、それがその決定する前に、ちょっと屋上にタバコ吸いに行こうと思って、まあそんな高いビルじゃないんだよ。3、4階建てぐらいのビルかな、うん、屋上に上がってこうタバコ吸ってたら、その屋上からこうひょいっと見ると、ここにある有名チェーンの電気屋さんがあるのさ。ヤマダ電機とか上信とかいろんなのあるじゃない、はい、まあそんなような一つの電気屋さんがこう見えるんだけど、それがずーっとガラス張りになってて、こう表面がね。で、マジックミラーみたいな感じ、若干なってんのかな、だけど中に電池がついてると見えるじゃない、マジックミラーってさ。はい、で、そんな感じなんだけど、もう時間がいい、もういい時間になってたんだけど、人がこういないんだよね。中がね、だけどいろんなところに非常口の電池がついたりしてる。俺、向こうは、こっから向こうは電気ついてんだなと思ったわけ。こっち側はもうエレベーターも全部止まっちゃってるから。だから従業員の人たちも、なんか上に駐車場があって、そこから降ろせないって車をね、困ってるっていう、そんな話をさっきしてたのに、なんか、まあ、送電線の関係なんだろうなっていうふうにこう思ってたんだけど、で、こう見てたらさ、何かが、まあ、お店なわけだから、お客さんたちが歩く、こう、動線があるじゃない、こうね。商品の棚があって、いろんなものが置いてある、まあ、携帯コーナーがあったりするわけだ。そのずーっと奥の方から何かが、ぐーっとこっちに向かってくるんだよ。ね。俺、こう、タバコ加えながら、何気なく、本当に何気なくそっちの方向を目にして、ん?と思ったわけ。何があれ動いてんだと思って、よくよく見てみたら、その奥からずーっと近づいてくるのって、でっかい顔なんだよ。もう本当に、この、もう店のその天井にまで届くぐらいの、でっかなんかもう真顔だよ、男の顔なんだけど、何の表情もない。本当にこういう真顔のさ、顔だけだよ。首とか手とか何もないんで、顔だけが向こうからずーっとこっちに向かってくるの。あ、なんか、店の中の人が看板かなんかをね、うん、なんかもっと、あれ、いや、違うあれ、と思って。で、それが、俺が見てるところで、こう、通路ってのは、こう曲がってるんだよね。で、そっちの方が、ぐーっと曲がっていくと同時に、スッと見えなくなったんだよ。へぇー。でかい顔や。気持ち悪かったね。すっごい気持ち悪かった。なんか、良くないんだって。なんか、稲川さんもなんかそんなこと言ってたよね。ああ、そうなんですか。大きな顔。なんすかね。情念。すごくその強い情念が渦巻いてるところに、大きな顔が現れたりするっていうようなことをね、なんかそんなことを言ってたような気がするよ。へえ、うん。稲川さんも誰かから聞いたっていうような話だったかな、確かね。うわ、上下の動きもないんですか?ない、ない、ない。うわ、怖っ。